歌う海のギャング、ダララーとコーラスをしているようですが、実は餌をもらうために口を大きく開けているんです。こちらはトドのイチローくん。海のギャングとも呼ばれるほど巨大な体を持つトド。文化さん、体重はどのくらいだと思いますか？100キロぐらいですか？違うんです。正解はなんと1000キロもあるんです。はい。飼育員さんが投げた餌をナイスキャッチ。息ぴったりなイチローくんなのでした。なんだこれ？水の中を漂うラッパのような形をした生き物。こちらはムカデメリベ、ウミウシの仲間なんです。どこか愛嬌がある姿ですが、餌を食べるときは大きく口を開けてパクリ。これが口なの？そうなんです。そして水をごっくん。動きはゆっくりでも捕食するときは豪快なのでした。口だと思わなかったです。すごい大きい。幻想的なのに、ひらひらと暗い水槽の中を静かに泳ぐ花びら魚。綺麗。子供の時はクラゲに身を寄せて生活しています。ただここ最近、いつも一緒にいたクラゲの数が減ってしまっているんだそう。さあ松井さん、このミステリー解けますか？クラゲが共食いしちゃった。違います。ちょっと違います。なんと犯人は花びら魚なんです。クラゲをつっついてもぐもぐ。いつも一緒だったのに食べちゃう。小さいのにクラゲです。はい、ね、裏切り食べちゃいま